JR 西日本と阪神電車は大阪神戸間の鉄道輸送において競合関係にあり、 JR の線路幅は 1067mm の狭軌なのに対して、阪神の線路幅は 1435mm の標準軌と異なっています。しかし実は過去に JR 旧国鉄と阪神を結ぶ連絡線があり、両線の間を直通列車が走っていたことはご存知でしょうか。この直通運転はすでに廃止されましたが、廃線跡の用地や設備の痕跡は今でも見ることができます。またこの直通線の一部はその後大規模な改良工事を受け、現在では関西最大規模の団地への通勤通学路線となっています。一体なぜライバル関係にある JR と阪神の線路がつながっていたのでしょうか。そして線路幅が異なっているにもかかわらず、どのように直通運転を行っていたのでしょうか。今回は消えた JR 阪神直通線である阪神武庫川線の忘れられた役割と、現在も見られる廃線跡の痕跡について特集します。今週の動画の内容は投票結果で1位だったものです。投票に参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。消えた JR 阪神の直通線が設けられていたのは兵庫県西宮市の武庫川沿いです。ここに鉄道が初めて敷設されたのは1943年のことで、当時沿線で稼働していた軍需工場への従業員輸送のために阪神電車の支線として武庫川須崎間が開業し、翌年には武庫大橋武庫川間が開業しました。軍の要請を受けて敷設された路線だったため、建設開始からわずか4ヶ月足らずの突貫工事で開業しました。この時の工事には本来の線路作業員だけでなく、阪神電鉄の一般社員や勤労奉仕の学生も多数動員されたといいます。さらに軍需工場への資材輸送のために、この阪神武庫川線を国鉄東海道本線に接続させるよう要請があったため、1944年に国鉄西宮甲子園口武庫大橋間が開業しました。この連絡線が甲子園口駅の西、国鉄西宮駅まで延伸された理由は、当時西宮に貨物の取り扱いを行う設備があったためでした。西宮武庫大橋間は阪神武庫川線の一部でありながら、国鉄の貨物列車のみが走る区間だったため、国鉄と同じ狭軌の線路幅で整備されましたが、武庫大橋須崎間に関しては阪神の電車と線路を共有するため、2種類の線路幅に対応した3線機場となっていました。また当時の国鉄と阪神は電圧も異なっていたため、直通する貨物列車は蒸気機関車で運行されました。ちなみに阪神は当時甲子園口武庫大橋間も旅客化することを計画していましたが、結局実現しませんでした。軍事輸送のために設けられた直通線でしたが、直通運転開始から1年も経たないうちに終戦を迎え、運行休止となりました。戦後 GHQ のための貨物輸送は短い間再開されましたが、1958年に再度貨物輸送が休止されました。旅客輸送に関しては1948年から武庫川須崎間の電車が再開されましたが、武庫大橋武庫川間に関しては戦後運行が再開されることなく廃止されました。戦後しばらく阪神武庫川線はたった1両の電車が折り返し運転を行う路線でしたが、沿線で関西最大級の住宅地武庫川団地が開発されるのに合わせて、1984年に須崎武庫川団地間が延伸開業し、編成も2両に増強されました。またこの時途中の東成尾駅に交換設備が新設され、増発も行われました。現在の武庫川線は武庫川駅と武庫川団地前駅を結び、阪神タイガースにちなんだカラフルな車両が運行される通勤通学路線となっています。2020年までは阪神全線で最後まで残った赤土砂塗装の電車が走る路線として知られており、
引退した赤道社は現在武庫川団地内で集会所として保存されています。国鉄と阪神を結んでいた武庫川線の貨物線部分は休止扱いとなった後、1970年に正式に廃止されましたが、今でも廃止区間の跡地では直通線の名残を見ることができます。まず JR 甲子園口駅の南側には線路と同じ高さに駐輪場がありますが、ここは結局実現しなかった阪神の旅客列車用のホームが設けられる予定だったといいます。甲子園口駅から南東に進むと武庫川沿いへと緩やかにカーブする用地がありますが、ここにかつて直通線が設けられていました。現在この用地の一部には阪急阪神不動産のマンションが建っています。ここから南の武庫川沿いには桜の木が植えられた遊歩道、ふるさと桜堤回廊が整備されていますが、これは廃線跡の用地を活用したものです。遊歩道が途切れた先の廃線跡はしばらく住宅地へと転用されていますが、旧国道と交わるところで線路跡らしい風景が姿を現します。ここにはレールや枕木などが積まれており、少し南に進むと現役の阪神武庫川線の引き上げ線へとつながっています。ここで紹介した以外にも蒸気機関車のために設置されていた給水塔や JR の線路横に設置されている阪神の境界杭などが今でも残っています。結局国鉄と阪神の直通線は短い間の貨物輸送でしか活用されず、阪神の甲子園口駅までの旅客化構想も実現しませんでした。もし甲子園口武庫川間の区間が構想通り旅客化されていたら、阪神武庫川線は JR 沿線と阪神沿線の連絡線としての役割を担っていた可能性があります。ただし軍事輸送がなくなった現代では、もし路線が残っていたとしてもわざわざ3線基準を設けて JR と阪神を直通させる理由はないため、いずれにせよ直通運転は過去のものとなっていたと考えられます。時代の移り変わりとともに消えていったこの直通線は、阪神間の鉄道史の一辺として静かにその役目を終えましたが、その痕跡は今もなお地域の風景に溶け込み、かつての歴史を物語り続けています。ご視聴ありがとうございました。